まあ、やはりゲームは先行していった方が有利ですよね。はい、第4マッチのシングルス、琉球アスティーダがチュアンチーワン、 TT 埼玉がジオネスの戦いとなります。ここはエッジ、まあ、今日が T リーグデビューのジオネス。ネットを越えません。1対1。オーバーミス。サービスエース、2対2。まあ、先ほどのゲーム落としましたが、ここまでこのゲームジオニスいかがでしょうか。いや、相変わらずプレーの内容はいいと思います。強打、少しボールが高く浮くとこういう風に振り抜いていきます。もう積極的に打てるボールは打っていった方がいいと思いますね。はい、ここはミスになります。今のプレーです。こちらも決めていく、そんなボールですがネットに当たります。今のボールもですね、本当チャンスボールではないので、もう少し我慢しないとダメですね。ネットに当たってオーバー、なった。ネットに当たってオーバー、4対4になりました。まあ、チュアンもこう、まあ、肩でこう息をしているというか、非常にこう苦しい表情目立ってきましたね。そうですね、さすがにあのラリーが長く続けば続くほどやっぱり体力失うと思うんですよね、消耗すると思うんですよね。オーバーミスになりました。まあ、ただ同い年ぐらいじゃないですかね。チュアンが38歳で、ジオニスが39歳ということですね。まあ、同じ80年生まれの39歳、まあ、カットマンで言えば木下の宝永長、そして琉球の中世翼となります。うん、その世代が多いですね。まあ、ただ昨シーズンの木下マイスター東京の宝永長の加入によって、まあ、木下も連敗が止まって、その後のまあラストスパート見事に連勝しましたよね。そうですね、まあ、そういう意味ではこの TT に加入したジオニスの戦力というのも非常に埼玉としても期待しているわけですよね。まあ、新加入の選手を使うことによって新しい風が吹きますから、はい、まあ、それによってこうチーム自体の流れが変わるんでしょうね。まあ、それがいい風だといいんですけど。はい、ネットに当たってオーバーミス、ジオニス並びました。ジオニスチャンスですね。あまりこのゲームについてはチュアン・チュアンがあまり触れてないですね。はい、チュアンのサーブ、強打、これはオーバーになります。
中盤も我慢のゲームとなります。短いボール、強打ネット、ネットを越えません。7対7。第4ゲームのシングルス、ここまで7対7の同点です。今日が T リーグデビューのジオニス。強打、ここも決めていきます。逆転しました。いや、もうここは本当に打てるボールはどんどん打ってプレッシャーをかけた方がいいと思いますね。はい、なかなかあのカットだけでは勝ちきれないと思いますね。チュアも強打、オーバーミスになります。8対8。第1ゲームは11対7でジオニス、第2ゲームが11対5でジオニス、第3ゲームは11対3でこのチュアンが取りました。そしてこの第4ゲーム8対8。短いボール、強打、長いラリー、ここはジオニス。マチュアンも前後に揺さぶりましたが、このジオニスがついていきます。やはり ミドルにこう強打を打ちたいですね、チュアンチュアンとしてはですね。まあ、あとはフォアからのこうかけ返すドライブを狙うとかですね。はい、ネットに当たる、オーバーミスになります。9対9。いいですね、今のボールを狙わないと本当ラリーが長くなって苦しくなりますから。はい、マッチュアンもこの粘るジオニスに対して強打を繰り返します。9対9の同点です。オーバーミス、マッチポイント、パナギオティス、ジオニスが握っています。今のはラッキーだったですね。ミドルにあのしっかり狙って打ったんですけども、はい、オーバーミスしてしまいましたね。チャンスですね、ジオニス。ジオニスのサーブ、オーバーなりました。第4マッチの第4ゲーム11対9で今日が T リーグデビューのパナギオティス、ジオニスが見事に T リーグ初勝利を挙げました。ピッチフォードが吉村を下しました。そして第4マッチのシングルス、琉球がチュアンチーワン、そして TT 埼玉が今日がデビュー戦となりましたパナギオティス、ジオニスの一戦です。まあ、台湾のレジェンドのチュアンに対してこのジオニス、まあ、今日がデビュー戦となりましたけれども全然ミスがなかったですよね。そうですね、素晴らしい出来でしたね。まあ本当に対戦相手によっては非常にあの使える選手だと思います。はい、まあ、こういう新しい選手があの加入してなおかつ活躍するとですね、本当にチームに勢いをつけますよね。
まあ、187センチの上背がありますが、まあ、カットマンということでこの埼玉に加入してきました。今日がデビュー戦で見事にチュアン・チーアンを下しています。琉球アスティーダと TT 埼玉の3回目の対戦、4対0で TT 埼玉が見事琉球アスティーダを下しました。